こんにちは。カナダ在住の山達です。お薬購入、使用だけではなかったということで話をしていきたいと思います。はい。えー、バイデンのド変態息子ことハンターのパソコンの中身を独自分析をしていた調査団体マルコ・ポーロっていうところが報告書をまとめましたっていう話を数日前にしました。で、えー、このマルコ・ポーロっていうのはトランプ政権下のホワイトハウススタッフ、ギャレット・ジーグラーっていう人物が運営しているわけなんですけれども、 えっと、このジーグラーさんがハンターパソコンの中に残されていたデータであるとか、あとはそこに吸い上げられていた iPhone データ、iPad のデータなどを詳細に分析をしたんですね。で、644ページっていうもう大ボリュームの報告書をまとめたわけなんですけれども、この中にはその459件の犯罪の可能性の証拠を発見しましたということが提示されているわけなんですね。 で、このレポートすでに、え、連邦議員535人、上院100人、下院435人、全員のオフィスと、あとは、えー、管轄の、えっ、ー、と、その捜査機関ですよね。え、地方検察官オフィス、え、連邦検察官オフィスに送ったということで、もしかしたらここをきっかけに、この後何か動くかもしれないと。で、実際ですね、もうすでに、えっ、ー、と、下院議会、上院議会、両方ともが、もう FBI とか、あと司法省とかのケツを叩き始めてるんですね。はい。ということで、2023年以降、もしかしたら、えー、その、 えー、逮捕された以外の話で大きな盛り上がりを見せるかもしれないんですけれども、えとりあえず、えー、ここからですね、このマルコポーロ特集っていう形で、えー、どのような 内容なのかっていうのを全部一気に話すともう無限に時間がかかりますから、まあトピックごとテーマごとに分けて小出しに皆さんに紹介できたらなというふうに思います。で、今回第1弾ではドラッグ関連の報告をまとめていこうかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、レポートのページで言うとですね、400ページから470何ちゃらページぐらいまでっていう、だいたい70ページ近い内容なんですけれども、まあこれを皆さんに紹介できたらなというふうに思います。はい。で、まず、あの、バイデンファミリーの中で、 このお薬大好き人間って言ったら多分皆さんすぐハンターの顔がポンって思い浮かぶんですよね。はい。ところがハンターだけじゃないんですよね。えー、例えばバイデンの娘さんであるアシュリーであるとか、あとそのアシュリーの旦那さん、あとハンターの前の奥さんとか、あとはまあ途中でお付き合いをしていた、えっ、ー、と、亡きお兄ちゃんの、えー、奥さんですよね。ハリーさんっていう方も、まあお薬大好きっていうことが分かっています。で、なんならこの、えー、バイデンファミリーの中で一番最初にこのお薬関連で話題になったのって実はアシュリーだったんですね。はい。えー、その なんか動画が流出して、で、バレちゃいましたっていう話だったんですが、はい。まあ、そんな話は横に置いといてですね。えっ、ー、と、今回このドラッグ関連のまとめのところで、えっ、ー、と、とりあえず分かったのが、ハンターが その、いろんなところに売人のネットワークを持ってたんですね。具体的にはメリーランド州、カリフォルニア州、デラウェア州、マサチューセッツ州、コネチカット州、ロードアイランド州、ニューヨーク州っていう、えー、なぜかブルーステートに集中しているわけなんですけれども、はい。えー、ここにネットワークを持っていたということなんですね。で、えー、っと、ほとんどの売人がですね、もうすでに逮捕されてるっていうこともこの追加の操作で分かってるんですね。はい、えー。で、その内容っていうのもいろいろ示されてたんですが、その、ただ単にお薬関連で逮捕され ました。っていうだけじゃなくて、例えば暴行やりました。とか、えっ、ー、とまあ、強括やりました。とかまあ、そういうようないわ。ゆる凶悪犯罪で逮捕されているわけなんですね。まあ、なんでまあそういうかなりやばい。連中とつるんでたっていうこともわかってくるわけなんですね。この現大統領様の実の息子がね。はいで、さらに言うと、後ほどあの詳細は？ 詳しく紹介しますけれどもえ、例えばメリーランド州で、えっ、ー、と、最重要指名手配犯に指定されていた人物とえ取引をしていたということも分かっておりまして、ちょっとなかなかね、すごい話がボンボン入ってました。はい。 で、えっ、ー、と、このレポート全体の話をしておくとですね、まあ、字ちっちゃくて見えねえよっていうふうに思うかもしれませんが、とりあえずあの字がいっぱいあるっていうのは分かってもらえればいいです。はい。えっ、ー、と、これ例えばレポートの前半のところにあるんですけれども、えっ、ー、と、その、いわゆる一覧みたいな感じなんですよね。え、2016年から2019年の間に、えー、その、いつで、どこで。 で、あとはこの相手はだ、取引相手は誰なのかで、具体的にどの法律に違反してるのかっていうのが、まずは目次みたいな感じでずらーって並べられてるんですが、もう途方もない数なんですよね。で、えっ、ー、と、さらには、あの、その間のに、その間に、えー、どれぐらい支払いをしていたのかっていうのが、パソコンの中のデータにあるだけで、えー、465万円。で、まあもちろんこれ以外のもの間違いなくあると思いますから、もっと膨らむと思うんですが、 まあ、たった数年でね、465円もよう使えるなっていうふうに思うんですけど、やっぱ金持ちは感覚が違いますね。僕はこんなん絶対やれないですが、はい。まあその話は横に置いておいて、えー、とりあえずこんな風に、まあ大量にあるわけなんですが、その中でも今回3つピックアップして話をしていきたいと思います。はい。まず1つ目がさっきもお話ししましたが、メリーランド州で最重要指名手配犯だった、えー、サンプルさんっていう方との取引の記録ですね。えー、っと、これに関してはまたそのテキストとかがちゃんと入ってたんですけれども、その、ハンターが カリフォルニア州ロサンゼルスにあるホテルに滞在中に、まあ、使いたくなったということでこのメリーランド州の売人さんに連絡を取って、まあ、すぐにこのホテルまでフェデックスを使って送ってくれっていうふうに指示してるんですね。で、えー、っと、この かなり具体的な指示をテキストの中でやってて、これだけじゃなくてもう他にもあったんですが、ちょっと長くなるのでカットしてますが、はい。えっ、ー、と、テキストの中では具体的な方法、このフェデックス使えっていう、日本で言うところの、まあ、佐川急便使えみたいなイメージですね。はい。で、あとは、その送り主の部分は空白にしろ。あとメールボックスに投函をして、えー、その直接その店舗に行って出すな。で、そのメールボックスに出しに行くのも夜中にやれみたいな感じで、かなり具体的な方法を指示しているんですね。 で、こういうふうな指示をいろいろやっているところから、もうこの辺ってその共謀罪っていうものになる可能性が非常に高いんですね。で、あとはこういうその偽の名前、えっ、ー、と、受け取り先の受け取り人のハンターの名前も、あの、虚偽の名前を使わせていましたから、虚偽申告っていうことにもなるということなんですけれども、 ま、このあたりのいろんな犯罪の証拠が出てるよっていうことなんですね。で、実際このサンプルさんはですね、まあ、多分足がつくことを恐れてだったと思うんですが、全然乗り気じゃなかったんですね。はい。まあ、ただハンターがなんかね、粘り強い説得,説得をしまして、で、実行したというふうに思われるっていうか実行しています。はい。えー、この別の、えっ、ー、と、テキストのところでなんか電話を10分ぐらいした後に、えー、じゃあ送るよみたいな感じのね、返事をしていますからね。はい。 っていうような、えっ、ー、と、まずは、その単なる使っていましたとか買ってましたじゃなくて、こういう凶暴罪っていうものにもなり得る可能性があるよっていうものが出てきているわけなんですね。はい。で、続いてマサチューセッツ州なんですけれども、え、これも多分数日前の動画でちょろっと言ったような気がするんですが、その、売人脅迫してたってことが発覚したんですね。もうこれもう完全にどっちもどっちの話なんですが、えっ、ー、と、まずマサチューセッツ州で、えっ、ー、と、その、12万円の支払いをしましたと。 で、支払いした途端、売人が、その連絡が途絶えたんですね。はい。で、えー、それに対して切れたハンターが、あの、もう、俺は、本当はその身元明かすつもりなかったけど、せざるを得ないと。で、とりあえず10分時間やるから、その間に返事しろと。で、えっ、ー、と、もう無理だったら、とりあえず俺の友達の連絡先だから、ここに連絡しろと。そうすればどういうことかすぐわかるっていうことなんですが、 この時に送られた、その連絡先って誰かって言ったら、ジェームズ・バルジャー、バルジャーっていう人物なんですね。はい。このジェームズ・バルジャーって誰でかって言ったら、えー、っと、ホワイティ・バルジャーっていう人がいるんですけれども、その人の甥いなんですね。で、まあ、ハンターのビジネス仲間なんですけれども、じゃあこのホ,、えー、っとホワイティ・バルジャーって誰かって言ったら、えー、っと、あの、オサマ・ビン・ラディンって言ったじゃないですか。 え、ビンラディンが、えっ、ー、と、オバマ政権下で、えっ、ー、と、最終的に始末された後に、FBI、それまでずっとビンラディンがナンバーワン、トップの指名手配犯だったんですけれども、オソマビンラディンが抜けた後にナンバーワンに踊り出たのがこのホワイティーだったんですよ。マサチューセッツ州の裏のドンって呼ばれていたギャングのトップだったんですね。で、その人物の家族と、えー、ハンターは、えー、その、お仕事の関係性があったということなんですね。はい、で、その、 連絡先を送ったっていうところからもうわかるじゃないですか。俺のバッグに誰がついてるのかわかってんだろうなっていうことをやっているわけなんですね。っていう脅迫をしていたっていうことなんですね。で、ちなみに、え今回の話で、ああ、なるほどなって思ったのが、このバルジャーなんですけれども、えっ、ー、と、このジェームズ・バルジャーっていうのは、あの、このパート6詳しいことは見てほしいと思いますが、これロシアから、あの、ハンターって3.5億円受け取ってるんですよね。 で、その3.5億円受け取った会社っていうのは、ハンターと、あとはもう一個別の人がやっていたソントングループっていうところとの共同設立だったわけなんですが、そのソントンを作ったのがまさにこのジェームズ・バルジャーなわけなんですね。はい。っていう、なんか意外と他の動画と繋がったなっていうふうに思ったので、ちょっと紹介しておきましたが、はいえ。ちなみにですね、この脅迫を受けたこの売人さんはどうなったかはこの後はよくわかっていません。 っていう、なんか世にも奇妙な物語みたいな感じで、え、ここの話は終わっておきたいと思います。はい。ということで、マサチューセッツ州に関しては、え、単なる、その、えー、買おうとしてたっていうだけじゃなくて、えー、脅迫もしていたっていうことが分かったんですね。はい。で、最後に、ロードアイランド州なんですが、これね、正直僕まだ飲み込めてないので、えっ、ー、と、とりあえずレポートこんな風になってましたっていうのを紹介したいと思いますが、どうやら取引の仲介をしていた疑いがあるんですね。これ一番まずくて、その要は、 ハンターも売人の一種になってたっていう話になってくるわけなんですよ。えっ、ー、と、どういうことかって言ったら、えー、とりあえずまず14万円を家賃っていうふうに偽って送金をしました。で、えっ、ー、と、その物を受け取りましたと。ところが、なんか受け取ったものの質が悪かったのか、中身が違ってたのかっていうので、なんか、うん、文句を言ってるんですね。で、えっ、ー、と、一応その、 とレポートの内容的には、第三者のための価格交渉のやり取りっていうことだったので、これ要はハンターが仲介してなんかやってるわけなんですよ。で、えー、とりあえず受け取ったものをハンター自分で使いました。で、なんかよくわかりません。尿検査のキット持ってるので、それを使って検査をしたら、違う反応出たぞっていうふうに言ってるんですね。 で、えー、まあ、なので、違うもの混じってるんじゃないかっていうことを、その仲介しているやつに苦情を入れているんですよ。で、なんかフェンタニルがどうのこうのみたいなやり取りをしてたんですが、はい。まあ、ひとまず、あの、残念ながらやり取りが途中からテキストから別アプリ、WhatsApp か FaceTime か何かを使おうみたいな話で、えっ、ー、と、話が切り替わっちゃったので、ちょっと詳細が分かりにくかったんですが、ひとまず、えー、結論としては、実際その、 え、対応しているというか、関連しそうな、えー、違反している法律っていう中に、その州を超えた、えー、その物の運びみたいな感じのことが、えー、指定されていますから、はい。まあ、あの、ちょっと僕がまだ理解できていないだけなのかわかりませんが、とりあえず、えー、ハンターはただ使っていただけではなくて、どうやら、その間に入っていた可能性もあるということだそうなんですね。はい。っていう、えっ、ー、と、まあ、かなり重たい話も出てきていたんですが、まあ、ここまで踏み込まれるかどうかは、 うーん、わかんないねって感じですね。まあ、とりあえず会員議会がどう動くかっていうところを注目しておきたいと思います。はい。で、最後にちょっとおまけの話をして終わりたいと思うんですが、えっ、ー、と、詳しいことはこの逮捕準備完了っていう動画を見てほしいと思いますが、 あの、今、ハンターが逮捕される可能性ある中に、銃の違法購入ってあるんですよね。その薬物を使ってい,るいますか依存していますかっていう質問に対して、NO っていうふうに答えて武器を購入してたっていう話だったんですが、えー、で、それが、あの、なくなったんですよね、まあ。詳しいことは他の動画で確認してほしいと思いますが、えー、っと銃がなくなっちゃいましたと。 で亡くなった騒動の中で、シークレットサービスが、えー、極秘に介入してたみたいな報道がポリティコによってされていたわけなんですけれども、シークレットサービス側はそれ否定してたんですね。ところが今回のこのレポートの中でしれっとですね、えー、そのシークレットサービスも現場にいたっていうことが、えー、テキストの中に入ってるのを見つけましたので、はい。えっ、ー、とー、まあ、その、その通りだったとでは、ポリティコが報道した通り、えっ、ー、と、バイデン。 今の現大統領がこの息子の銃がなくなったっていうことで大騒ぎになっているところに、シークレットサービスを極秘に介入させて、で、その銃を買った。 え、ガンショップのところに行かせて、え、そのね、書類を持っていこうとしていたっていう話があったんですが、それが真実だったっていうことも、え、今回明らかになってるんですね。はい。っていう最後おまけの話で終わりたいと思います。はい。ひとまずですね、え、今回パート1やってみましたけれども、なかなかすごい内容が <laughs> いろいろあるかなっていうふうに思いますけれども、え、この後もまたいろいろとですね、皆さんに紹介できたらなっていうふうに思いますので、気になる方はぜひともまたチェックをしてください。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。 最後は平和なデブタルでお別れをしたいと思いますが、ね、このおっさん座りをしているデブちゃんね、めっちゃ可愛いですよね。<laughs> はい、えー。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。